d n a 3 2阪神、28日、横浜。阪神の井上広大外野手が、28日に横浜スタジアムで行われた d n a 戦でプロ5年目にして初アーチを放った。31試合連続クオリティスタート、QS イコール6回自席点3位以下、中野東勝樹投手から放った一発に、ファンは、ノーステップであの打球速度と飛距離はバケモン。 未来の和製大砲、井上光大、と歓喜だ。実際の映像、ノーステップから、打球速度と飛距離バケモン、トラ23歳が放った驚愕のプロ初アーチ。1対2の6回1し、井上は初球の高めカットボールを完璧に振り抜いた。美しい弧を描いた打球は、長い滞空時間を経て左翼席中段まで達した。難攻不落の左腕を追い詰める同点弾に、 23歳の笑顔が弾けた。2019年ドラフト2位で入団。昨季は2軍でチームトップの11本塁打を放ち、長距離砲として飛躍への足がかりを作った。そしてこの日、5番、左翼、で先発出場すると、プロ通算82打席目に待望の瞬間が待っていた。ダズン、公式 X、旧ツイッター、が、虎の未来未入ち者バージョン。 そして映像を公開すると弾丸ライナーでスタンド一直線ノーステップでこの打球は草美しい放物線クリーンアップ打てる逸材だと見込んでます」といったコメントが集まった。